それでは定刻になりましたので、総合資源エネルギー調査会第20回基本政策分科会を開催いたします。委員の皆さんにおかれましては、今回もご多忙の中ご出席いただきありがとうございます。今日は6名の方の欠席と増田委員が30分ほど遅れて出席と伺っております。今日は委員の皆様方に加えまして、本日の議題のエネルギー革新戦略に関連しまして、株式会社エナリスの村上代表取締役社長にお越しいただいております。後ほどお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議事に入らせていただきます。一つ目に、今国会への2つの法案が提出されておりますので説明をお願いしたいと思いますが、その前にまず今後のエネルギー政策の全体像について事務局より説明をお願いします。それでは資料の1、横長の A4 の紙をご覧いただければと思います。この紙でございます。で、今後のエネルギー政策ということでございますけれども、まず一番上のところにこれまでの大きな流れということで、エネルギーミックスの決定、それからエネルギーシステム改革関連法の成立とございます。エネルギーミックスに関してはこれを実現をしていく、それからシステム改革に関しましては、いよいよこの4月から電力全面自由化のスタートということでございます。で、このエネルギーミックスの実現に関しまして、下に3つの柱が書いております。左端がエネルギー革新ということで、後ほど昇進部長の方から説明ございますけれども、強い経済と CO2 抑制の両立ということで、徹底した省エネ、再エネの最大限導入と、これに関しましては法律のご説明申し上げます。それから新たなエネルギーシステムの構築ということで、新規参入と CO2 の抑制を両立する電力業界の自主的枠組みと、それを後押しする制度整備等ということで、省エネ、再エネ、今申し上げましたものを含めまして、関連する制度を一体的に整備していくということで、戦略として取りまとめる作業をしているところでございます。それから真ん中の資源戦略でございます。エネルギーミックス2030年におきましては、自給率 24.3 ということでございましたが、残りの 76% ほどといいますのは、化石燃料を外から持ってくるということでございますので、それに関わる資源戦略の議論大事と、ここにあります通り、資源価格の急変動下での資源安全保障の強化ということで、グローバルリスクに対応した安定的かつ低廉な資源価格のための戦略、それから LNG に関しましては流動性の高い国際市場の形成といったところが課題ということでございます。それから右端の原子力でございますけれども、これに関しましては社会的な信頼を今後さらに回復させていくということで、実質的な安全性向上、それから防災対策の強化、使用済み燃料の再処理に関しましては後ほど関連の法案のご説明申し上げます。それから高レベル廃棄物の最終処分、原子力損害賠償の見直し、そのほか競争環境下での諸課題の対応というのがございます。その下にございます水色の枠でございますけれども、福島の復興、福島のポテンシャルを生かした復興支援の強化、右側には廃炉汚染水対策とございまして、中長期ロードマップに基づき対策を着実に実施すると、この福島への対応といいますのは、引き続きエネルギー政策にとりましても最重要課題ということでございます。以上の政策課題に関しまして、下にございますけれども、今後、温暖化対策計画の取りまとめがございます。それから夏に向けまして成長戦略もございます。さらには G7 サミットも控えておりますので、これらに対しまして政策として発信をしていくと、このための検討議論を引き続き継続してまいりたいと思っております。簡単ですが以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは法案の説明に入りたいと思います。資料2に基づいて、ただ電力ガス事業部長、それから引き続いて資料3に基づいて藤木省エネ新エネ部長による説明をお願いしたいと思います。電力ガス事業部長をしております多田でございます。資料2に基づきまして、使用済み燃料の再処理等に係る制度の見直しということで、現在国会に提出しております法案についてご説明をしたいと思います。ページをめくっていただきまして、1ページ目をご覧いただきたいと思います。前回12月にシステム改革と原子力政策の動向についてご説明した際にも使った資料でございます。福島の復興はもちろんでございます。その一方で現在再稼働廃炉をこうした動きを進めているわけでございますけれども、原子力に対する社会的な信頼を取り戻すと、こういう観点からもこの使用済み燃料をはじめとするバックエンドの問題、これが大変重要な課題でございます。
中間貯蔵、それから再処理、さらには最終的に高レベル放射性廃棄物の最終処分と、それぞれに課題があるわけでございまして、これらの政府としての取り組みについては前回ご説明したとおりでございますが、本日はこの中の再処理につきまして制度的に当てをするというものでございます。下の図はちょっと省略させていただきます。2ページ目をご覧いただきたいと思います。今回の改正法案のポイントを1枚にまとめてございます。ご案内のとおり、これまでの体制といたしましては、各原子力事業者が共同子会社、ジョイントベンチャーという形で日本原燃株式会社を設立し、共同事業として取り組んできたところでございます。その資金につきましては、原子力事業者が自ら外部に積み立てて確保すると、こういう形でやってまいりました。これは2005年に制定されました現行の積立金法に基づく措置でございます。こうした中で、4月1日から電力システム改革、電力の小売の全面自由化が始まるわけでございますけれども、競争の進展、さらには原発依存度の低減と、こういった新しい環境変化が生ずるわけでございまして、こうした新しい環境の下でも、エネルギー基本計画に定められました方針に基づきまして、使用済み燃料の再処理等が滞ることがないように、制度的な手当をするというものでございまして、以下3点。資金、主体、運営と、この3点で措置をさせていただきます。それぞれ次のページ以降で紹介したいと思います。3ページでございます。まず資金面での手当でございます。一言で申し上げますと、現行の左の制度、積立金法という制度に基づきます制度を、右側の新しい制度、拠出金の制度に変えるというものでございます。左側の方を見ていただきますと、現在、各原子力事業者が資金管理法人に自らの名義で積み立てていると、残高が約 2.4 兆円ほどございます。吹き出しのところに課題を書いてございますけれども、現在各事業者の名義でございますので、仮に今後事業者が破綻といったような事態になった場合には、この残高 2.4 兆円のお金が日本原燃の方に支払われると、こういう保証の限りではないということでございます。これを右側の新しい制度、発電時に事業者が新法人に対しまして資金を拠出するという形で、この時点で資金の名義を新法人に変えると、このような形にしたいと思っております。以降仮に原子力事業者の経営状態が悪くなるような場合であっても、必要な資金はこの新法人が管理確保していると、こういった仕組みにしたいというのが第1点目でございます。4ページはその拠出金に変えるに際しまして、拠出金の対象を若干広げたいということでございます。下の図をご覧いただきますと、原子力発電所から出ます使用済み燃料、再処理が終わった後取り出されたプルトニウム等を使って MOX 燃料に加工するというプロセスがあって初めて、その MOX 燃料が原子力発電所で使われることになりますが、この再処理にかかる費用のみならず、赤の点線で囲みました MOX 燃料加工にかかる必要につきましても、今回、拠出金の対象とすることによって、このサイクルの途中でプロセスが止まることがないようにしたいというものが、この4ページの趣旨でございます。最後に5ページをご覧いただきます。主体面、それから運営面の措置をまとめて1枚にしております。上の四角をご覧いただきますが、今申し上げました拠出金制度に変えるという資金面での手当と合わせまして、将来にわたってもこの再処理等の事業を完遂するための事業的持続的な主体を確保しようということで、現業は引き続き日本原燃という株式会社に委託をするという仕組みを取りますけれども、この実施の責任を取る主体といたしまして、使用済み燃料再処理機構という認可法人を設立しようということでございます。上の中に3つ丸1丸2丸3とありますが、まずは民間を主体とする、しかし運営には国が必要な関与を行う、さらには今後競争中立的に存在し続ける、ある意味では解散に歯止めのある法人と、こういう3点を兼ね備える組織形態といたしまして、認可法人を作るということを考えております。なお、下の赤い四角の中に書いてございますが、この新しく設けられます機構には、運営委員会という外部の有識者が関与する意思決定機関を法律上設けようと思っております。
これは資金面、主体面で安定性が確保される一方で、スケジュールの遅れ、資金の拡大と、こういった点が発生することないように、事業を着実かつ効率的に実施するための仕組みとしてビルドインすると、こういった考え方でございます。以上のような内容を盛り込んだ法案を今回提出していると、このような状況でございます。以上でございます。それでは続いて藤木部長から。はい、省エネ新エネ部長の藤木でございます。資料3に基づきまして、再エネ特措法の関係についてご説明を申し上げたいと思います。1ページ、おめくりいただきます と、右肩にページ番号を書いてございますが、1ページは全体像を示したものでございますので、今日は2ページから、簡単に要点だけかいつまんでご説明したいと思います。背景として、一つはエネルギーミックスの実現ということでございます。昨年夏に決められました、エネルギーミックスでは再エネ、導入目標22から 24% ということになっております。足元が 12.2% でございますので、相当これから頑張って入れていかなければならない、導入拡大を図っていかなければ、そのためにはフィット制度を、よりよく活用していくと、こういうことが必要であるということでございます。3ページでございます。ただコストというのが大きな問題になってきております。これも同じくエネルギーミックスにおきましては、左側の図のように、燃料費がかかっているものをかなり圧縮をして、その圧縮した分を使って再生可能エネルギーを入れていく、全体としては電力コストを引き下げていくといったような方向性が示されているところでございます。一方、足元右側の棒グラフでございますが、今年度の買取費用約1兆8400億円というふうに見通されておりまして、かなりの水準まで来ているということでございまして、今後再エネの導入拡大にあたりましては国民負担との抑制というものの両立を図っていくために、コスト効率的な導入拡大ということをやっていかなければならないということでございます。それから4ページ、背景の3点目といたしまして、電力システム改革、すでに第1弾スタートしまして、4月からは第2弾ということでございますが、この中で、例えば真ん中ほどにございますが、広域の融通を促進していく、あるいは系統の接続利用というものについて、より円滑にしていく、さらには市場機能を活用して電力の取引流通を拡大していく、こういったようなエネルギー電力システム改革の方向性というものを踏まえた上で、これを再エネの導入に生かしていくといった観点からの見直しが重要であると考えております。具体の見直しのポイントにつきましては多岐にわたりますが、ポイントだけご紹介します。一つは5ページでございます。太陽光を中心に経済産業大臣の認定を取ったものの稼働していない、いわゆる未稼働案件というのが出ております。こういった大量案件があるがゆえに後ろから入っていけないといったような問題も出ておりますので、今回認定制度を見直しまして、事業の実施可能性というものを確認した上で認定をしていくといったようなことについて制度の切り替えをしていきたいと思っております。それから6ページでございます。同時に例えば左側にございますけれども、台風で損壊したとか、さまざまな事例が出ておりますので、こういった問題、あるいは土地利用規制などなど他法令をきちんと守っているのかどうかといったようなことについてもしっかり確認をしながらやっていく、さらにはそういった保守点検等々取り組まれていない事業者に関しては改善を促していく、そういった仕組みにしていきたいというふうに思っております。それから7ページ以降、価格の問題が出ております。今一番導入が進んでおります太陽光に関しましては、価格は順次下がってきているわけでありますけれども、それでも左下のグラフでございますが、ヨーロッパに比べればまだまだ高いといったような状態になってございます。こういった導入状況も踏まえまして、今年に1回調達価格算定委員会で決めております価格というものについて、電源の状況に応じたプライシングができるようにしていくといったような工夫が必要だと思っております。具体的にはということで8ページでございます。価格決定方式の基本的方向性ということで、事業用太陽光については毎年決定するという今の方式を踏襲しながら、
大きな大規模なものについては入札によって、より低コストのものを優先して入れていくといったような方式を取っていきたいと思っております。また住宅用の場合は、入札というのが、あまり現実的でないということがございますので、あらかじめ価格をこう低減させていくというスケジュールを示していくといったようなやり方をしていきたいと思っております。またリードタイムが開発に期間がかかります風力、地熱、中小水力、バイオマスといったものについては一括して複数年分の価格をお示しすると、それによって事業参入をより円滑にしていっていただくといったような工夫を凝らして、こういった多様な対応が取れるようにしていきたいと思っております。9ページはドイツにおいて、過去いろいろな取り組みが進んでおりますので、そのご紹介でございます。ここでは割愛させていただきます。また10ページにおきましては、リードタイムのが長い電源ということで、下の図表はこれ地熱を代表選手として挙げておりますが、13年ぐらいかかっているという実態に鑑みまして、法律で1のところで買取価格を複数年分決めるということ以外にも、例えば環境アセスの短縮でありますとか、あるいは接続申し込みルールの見直しといったようなことを通じまして、こうした開発期間に長期を要する電源についてより後押しをしていくといったようなことをやってまいりたいというふうに思っております。それから次のページ11ページでございますが、買取義務者を送配電事業者に変更するというふうにしてまいりたいと思っております。左側に書いてございますが、広域融通の促進、あるいは効率的な系統運用ということが再エネを入れていく上で最も重要でございますので、こういった系統運用に責任を持つ送配電事業者にフィット電気を買い取っていただき、例えば卸電力市場を活用した形で電気を供給していくといったような形で、電力システム改革を生かしてより多くの再エネ電源を入れていくといったような工夫をしてまいりたいと思っております。なお右側に1、2、3と書いてありますけれども、我々基本としては送配電が買った電気は卸電力市場に卸していくということを基本としたいと考えておりますが、例えば2のようにご当地電力ということであらかじめ話ができているといったようなものについては、これに柔軟にこれができるようにするといったような工夫も凝らしていきたいというふうに思っております。最後12ページでございます。上の方は今度電気事業者のライセンスが発電、送配電、小売りというふうに分かれることに伴いまして規定の整備を行うものでございます。また一番下、賦課金減免制度でございますが、これはこの場でもご指摘をいただきましたけれども、現在電力多消費産業について賦課金の8割減免という制度があるわけでございますけれども、これについて今後さらに賦課金拡大といったようなことも見通される中で、より一種説明責任を果たしていただくということで、右側でございますが、省エネの取り組みを確認する、それから国際競争力強化といった制度趣旨の徹底を図るといったことで法改正を行い、例えば省エネの取り組みが不十分であるといったような事業者については、現在一律8割になっている減免率についてこれを削減すると、あるいはそもそもこの減免制度の対象外とするといったようなことも含めて対応が取れるような制度に変えていきたいというふうに思っております。私の方から以上でございます。はい、ありがとうございました。それではこれまでの説明内容につきまして、ご質問ご意見がある方はネームプレートを立っていただきたいと思います。よろしいですか。あ、辰巳さん、すいません、ちょっと整理してないんですけれども、慌ててもう切られるかと思って慌ててちょっと手を挙げたんですが、すいません。ですね、資料2でご説明いただいた使用済み燃料のその再処理等にかかる制度の見直しの件なんですけれども、私自身もこの話し合いに参加させてもらっておりまして、で、この経過に関しては、全然その時点で同意しましたので、あえて何か言うわけじゃないんですけれども、今ちょっとふっと思ったのはですね、
ここではやっぱり資金の話とか運営の話、運営主体の話みたいな格好でお話があったんですけれども、国民とのそのコミュニケーションというか、国民からこのこういう制度に関して何かあったときに、ここのところがどこが窓口なのか、この運営委員会が窓口になるのかどうか、ちょっと確認したくてお電話した。あ、お電話いたします。これ手を挙げてきました。以上です。その上で事務局の方から。ありがとうございます。私は資料1の全体像のところを拝見しながら、電力システム改革だけでなく、エネルギー革新戦略とかですね、非常に全体像を今見直しておられる最中で、私自身は例えばこういう審議に関わらせていただいてますので、流れというかこういう変化というのが今真剣に取り組んでおられるというのも分かりますし、一つ一つの流れに関しても発言しておりますが、どうもいろいろなこう、社会でですね、こういう勉強会をやるとか、いろんな形で取り組むと、個別の情報を受け止めている人はその中で、ご発言されたりするので、全体像というのがなかなか伝わっていないかなって思うことがあります。ぜひですね、もう今回こういう大きな制度改革多様にやるときに、社会への発信とか国民を巻き込んできちんとやるというのはもう当たり前のことという前提で来ておりますけれども、そこをあえてそこをきちんとやりながらやるんだということをですね、もう一回しっかりと踏まえてですね、進めていただければありがたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ西川さん。今の資料2の1ページでありましょうか。原子力政策に関する今後の課題として、円滑な廃炉という記載がありますけれども、原子力発電所の廃炉についても再処理問題と同様に、今後配送電池の送配電部門の分離といいましょうか、あるいは総括原価方式の廃止などが電力事業を取り巻く環境の中で変化するわけでありまして、その廃炉のための資金の確保が困難になることも予想をされます。電力原子力発電から撤退を決めたと一応言われておりますドイツなどでは、我が国同様事業者が引き当て金により廃止措置を行うことをされていましたが、十分な資金を長期的に確保するため、昨年でありましょうか、連邦政府が原子力規制委員会が廃止措置の資金状況をもチェックし、必要に応じて事業者に資金追加を求めるなどとしております。福井県では今月12日に関西電力が規制委員会に認可申請しました美浜1号機の廃止措置は30年間、それから日本原電の敦賀1号機は、これは以前にいろんな準備もしておりましたので、約24年間を廃炉を全体として完了するまでに要するとしておりますが、いずれにしても30年以上かかるということでありますので、我が国においてもこうした海外の事例を参考に、廃止措置の資金確保、電力自由化の中で新たに確保する仕組みの検討が必要ではないかというふうに思っておりますので、今後の検討の課題としてよろしくお願いします。それでは吉川さんまで意見いただいて、事務局の方から回答させていただきたいと思います。はい、今日は2016年の2月22日で、多分3.11 から5年の前の最後の基本政策分科会だと思うんですけども、5年経って、本当にその、原子力を中心にエネルギー政策の前向きな方向性が打ち出されたのかどうかというところで、こういう機会ですからちょっと苦言を呈さざるを得ないかなと思って発言させていただきます。でこの5年経った時に全体を見て、問題提起されている、私が知っている限りで一番鋭い論考は、おととい発売されたこのウェッジに書かれている澤明宏さんの文章だと思うんですけども、
もちろん澤さんは原子力賛成派の方ですけども、その一番最初の文章が原子力を殺すのは原子力村自身であるというこの言葉から始まっています。つまり原子力に関わる政官民電力会社も含めて当事者が当事者能力を持っていない、骨粗鬆症であるなんて言葉、強い言葉も出てきますけれども、端的に言いますと、このエネルギーミックスの一つのミソは、2030年に原子力20から22%ってところだと思うんですけども、澤さん自身はそれには反対してませんけど、とてもできないだろうと言っている。その最大の理由は正面から原子力の問題を論じてないと。その正面から論じるんであればリプレースの話が出てこないはずがないと。つまり何らかの形で原子力を使い続けるならば危険性を最小化するための最大限の努力を払うべきであって、その最大限の努力が最新鋭の設備であることは誰の目でも明らかである。特に日本の場合には PWR に B には4機ありますけども、 APWR も AP1000 もない。中国にあるものが日本にない。そういう状況で本当にその全体的なエネルギー政策を打ち出したと言えるのかどうか、そこはちょっと澤さんと私意見違いますけども、新増設はきちんとやりつつ古いものは畳んで全体の依存度を下げていく、これだと国民が納得できる議論だと思いますので、本当はそういう話が出てくるんじゃないいけないんじゃないかと思います。それから当事者能力がないってもう一つの話なんですけど、資料2の1ページのこの全体像というところで書かれている核燃料サイクルなんですけども、従来の図から見て明らかに大きな違うのは高速炉がこの黄色いこの循環の中から外されているということです。でプルサーマルだけで受けれるようになってますけど、このプルトニウムの減り方は非常に少ないわけであって、大間のウルモックスなんか私は動かさなきゃいけないと思いますけども、この高速炉が外に外されているこの問題をもうちょっと正面から論じなくていいのかと考えてみれば、エネルギー基本計画の中ではっきりと高速炉技術を使って使用済み核燃料の毒性を小さくする、危ない期間を短くする、そのためにはガバナンスの問題まで踏み込んで思い切った手を打たなければいけない、そういうことが基本計画の中に書いてあるわけで、まさにそのことがここに出てこなきゃいけないんじゃないかと思うんですけども、文殊についての先が見えない、このままだと曖昧のまま廃炉なんていう話になると、私は高速原用炉としての転用の道が使用済み核燃料の問題を本質的に解決する可能性がある非常に唯一の道だと思ってますので、そういう意味から考えるとそこのところをもうちょっとこうズバッと言わないといけないんじゃないか、その辺のところがこの提案自体に反対するつもりはないんですけども、何か5年経つこのタイミングに立って本当にこのままでいいのか、その澤さんが亡くなられる2日前に書かれた叫びが本当に届いているのかどうかって、そこのところが非常に心配だ、そういう意見です。それでは事務局の方から回答をお願いします。はい、それでは私の方からいくつかコメントさせていただきたいと思います。まず辰巳委員から今回 その最初への関係の法案の国民の方々からの問い合わせについての窓口ということでございますが、まずこの法案についての中身であれば当然現時点では私ども新エネルギー庁がしっかりとご説明をしていくことになるかと思います。ただ資料の中にもちょっと私は説明を割愛してしまいましたけれども、最後のページご覧いただきますと、今後の事業実施にあたって日本原燃という原業を実施していく主体も当然存続いたしますし、また発生者責任を引き続き当然のことながら担っていただく原子力事業者もいるわけでございます。従いまして今先ほど辰巳からお話のありましたように、新しくできる認可法人任せということではなくてですね、本件に関して私ども国もしっかりと説明はしていく責任を持つかと思いますけれども、使用済み燃料の発生者たる原子力事業者、そして原業を実施する日本原燃、これらの主体につきましても引き続き国民の方々への説明というものについては一定の責任を担っていただきたいなと、このように考えるわけでございます。それが1点目、辰巳委員からのご質問に対しての回答でございます。佐紀隊員の方からは全体像をというお話でございまして、これは私の立場から申し上げるのが適切かどうかございますけれども、少なくともこのエネルギーを取り巻く、またこの電力を取り巻く全体像に対して震災を契機に事業者に対する信頼、行政に対する信頼、
こうしたものが著しく失われた、こういった状況を大いに反省をして、そして信頼を取り戻す努力というのを積み重ねているわけでございますけれども、その中で直面する課題についてしっかりと説明をしていくと、これにつきましてはもうすでに国民の方々に対するさまざまな説明の場というものを作らせていただいて、資源エネルギー庁の中でも職員が派遣されて説明をしていくと、こうした努力を積み重ねているところでございます。それから西川委員の方からございました廃炉についての今後のさまざまな発送電分離、あるいは総括原価主義がなくなっていく中での資金確保について、ドイツの例も参考にして資金確保について新しい制度的な手当てをというご指摘でございます。ご案内の通り、廃炉につきましては、これまでもその事業者がその会計上の理由から廃炉の判断を躊躇するというようなことがないようにという意味での会計上の措置というものは手当てをさせていただいたところでございます。他方で今後自由化が進む中で事業の経営等について将来の見通しについて不安定要素が出てくる中で、長期にわたる廃炉の事業をしっかりとやり抜く制度の資金を確保する制度的な対応が万全かという点でのご指摘かと思います。私どもこの点につきましては規制委員会の方からもですね、さまざまなご指摘を頂戴しているところでございます。私ども現在ある制度で一定の対応はできるかと思っておりますけれども、今後の廃炉に必要となる資金の総額等々どのようなものになっていくのか、そうした動向をしっかりと見極めながら必要に応じて適切な対応をしていきたいと考えてございます。それから吉川委員からのご指摘でございます。私ども澤さんの書かれた原稿につきましては、非常に何と申しましょうか、いろんな思いを持ちながら読ませていただきました。私自身は、明日ご指摘に対してしっかりと受けて答えて取り組むというのが残された人間の大きな責任であろうと、このように考えている次第でございます。その上で具体的にご指摘をいただきました、新増設リプレースの話と、それから核燃料サイクルの中での文字の位置づけと、この2点について各論としてコメントしたいと思います。私どもこれまでルール申し上げておりますように、新増設リプレースは想定していないというのが私どものスタンスであることについては変わりがございません。これはなぜかという点でございますけれども、やはり今新しい震災後新しく出来上がった、規制委員会による適合性の審査というもの、これに対して、事業者が正面からしっかりと取り組み、その基準を満たしていく、そして基準を満たすだけに満足せず、それを乗り越えてさらなる、安全性の高みを目指していく、こうした取り組みは事業者の取り組みとしてあるわけでございますが、こうした取り組みによって、先ほども申し上げましたけれども、福島の事故を契機に、これまで安全だと、安全神話だと言われていた中で、一気に失われた国民の方々からの信頼というものを取り戻していく努力をまずしっかりと見極めていかなければいけないだろう、事業者もそうしたものにまず努力を最大限取り組むべきだと、こういった判断であろうかと思っております。まずは再稼働に取り組む、季節のものについて取り組むと、こういった努力なしに、さらにその先のということについて、私どもとして今はそういう時期ではないというスタンスでございます。もう一点、核燃料サイクルの中での文字の位置づけでございます。機械員ご指摘のとおり、文字につきましては、エネルギー基本計画の中で、廃棄物の減用、有害度の低減や、核不拡散関連技術等の向上のための国際的な研究拠点と位置づけると。これまでの取り組みの反省や検証を踏まえて、あらゆる面において徹底的な改革を行い、文字研究計画に示された研究の成果を取りまとめることを目指し、そのため実施体制の再整備や新規制基準への対応など、克服しなければならない課題について、国の責任のもと十分な対応を進めると、こういった文章が明記されているところでございます。この点につきまして、規制委員会の方から文部科学大臣の方に対し勧告が出されているという点はご案内のとおりでございます。
私どもこの図に書かせていただきましたとおり、当面核燃料サイクルは現在の取り組みでありますプルサーマルで実施していくというのが私どもの考え方でございますが、将来の技術としてこの高速炉が担う役割というのは非常に大きなものだと思っておりまして、この高速核燃料サイクルを語る中でプルサーマル、そしてその次の段階の高速炉というものはしっかりと軸に据えて取り組んでいきたいと思っております。以上、私の方からのコメントとさせていただきます。一点、佐喜田委員からのご意見へのご補足でございますけれども、今回、エネルギー革新戦略で示していこうとするものの中には、省エネもしかり、それからシステム改革しかり、その今までにこう考えてきたエネルギー供給主体側からの議論のみならず、多くの方々をこう取り込んでいかなきゃならないという面もあります。その点をしっかり意識しながら、国民とのコミュニケーションに努めていきたいというふうに思います。以上です。吉川さんの今の最後 の発言について私もちょっとコメントしたいんですが、吉川さん自身エネルギーミックスを決める過程のこの議論の中でリプレースなしにこれが決められるのかということは何回かご指摘いただきました。それから澤さんも私は地球温暖化会議で5年一緒に出た中で本当に残念な思いなんですが、澤さんの指摘も最もだと思います。ただ私はエネルギーミックスを決める前にリプレースメントの話をし始めると、そんなにリプレースの方が安心なら全部リプレースしてくれなんていう極端な意見に走るその可能性もあるし、委員会の中でですねどんな議論が行われているか、規制委員会の中でどんな議論が行われているか分かりませんけども、おそらく私も技術者の端くれとして再稼働を承認する過程で、その新しいものをより優先とか A 付き APW とかその A 付きをより優先するとかいろんな議論を行われてるんでしょうけども、それをおそらく審査の基準として公表したら相当その意見が混乱するという配慮もあるんじゃないかなと私は思っております。したがって私はこの委員会の中でその規制委員会が本来議論している部分まで我々が踏み込んでやるのはいかがなもんかなと思いますし、私自身もいろんな技術の世界を見てて40年前のものと今のものは相当多分技術レベルも違うんだろうし、その辺の議論っていうのは当然こう行われているんだろうと思います。それからおっしゃる通りこれからですねそこの辺の議論に入っていかない限りその 20% から 22% という数値を実現できないということについては私も同意します。ただその議論のタイミングがですねどのタイミングなのかというのは規制委員会の議論と我々がそこの中に入り込むというのは我々 その任務としてはですねちょっと早すぎるんじゃないかということで議論の中では吉川委員の思いは十分私は理解しているつもりですけど私はそう考えています。それではちょっと時間の都合もありますから次のエネルギー革新戦略の方に移らせていただきたいというふうに思います。最後の総合質疑でまた改めて意見を聞かせていただきたいというふうに思います。それでは、エネルギー革新戦略の中間取りまとめにつきまして事務局から説明をお願いします。その後で、新しいエネルギービジネスに取り組まれておりますエナリスの村上社長にその取り組み状況について説明をしていただいた後で議論を行いたいというふうに思います。まず事務局の方から、はい、それでは引き続きまして私から、エネルギー革新戦略中間取りまとめということで、ご紹介をしたいと思います。資料は A3 横長の資料 4-1 というものと資料 4-2 ということでございますが、資料 4-1 の方で概略をご説明したいと思います。資料 4-1 でございます。エネルギー革新戦略に関しましてはこの間の夏以来この分科会でもご議論いただいておりますが、狙いというところでございますが、エネルギーミックスにおいて徹底した省エネ、それから再エネの最大導入と
いった目標が設定されているわけでございます。それぞれ先行き並みの 35% の効率改善であったり、あるいは再エネに関しては先ほど申し上げましたように足元12のものを22から24に持っていくといった大変野心的な目標になっているというところでございます。これを実現するためには総合的な政策措置ということが必要でありまして、関連制度の一体的な整備ということを進めることによりまして、エネルギー投資を促し、そして同時にエネルギー効率を大きく改善していくと、こういったことが必要であるというふうに考えております。まあ、これによりまして強い経済、それと CO2 の抑制というものを両立していくと、こういった方向性が必要ではないかということでございます。それで柱立てはその下に3つに分かれてございます。徹底した省エネ、再エネの拡大、新たなエネルギーシステムの構築、この3つに分かれるわけでございます。それでこの作業を開始いたしましてから、我々これまでにさまざまな分野で検討を重ねまして、以下のような進捗になっております。まず上の段でこれまでの進捗をご紹介したいと思います。まず省エネに関しましては、全産業への産業トップランナー制度の拡大と、中小企業、住宅、運輸における省エネ強化ということでございます。産業トップランナー制度、ベンチマーク制度という言い方をしておりますけれども、これはこれまで製造業を中心、製造業、鉄鋼、化学といったような大、エネルギー多消費産業を対象として適用していたものでございますが、これらについてサービス業の分野にも適用を拡大していくということで、まず第一弾としてコンビニエンスストアというところに今年度中に拡大が決まったところでございます。さらにホテル等拡大いたしまして、全産業の7割くらいを目指してやっていきたいというふうに思っております。それから省エネ余地という意味では、中小企業、それから住宅、運輸といったような分野がこれからさらに強化していく分野ということでございます。中小企業に関しましては、今年度の補正予算で、設備単位の省エネ投資を支援するという枠組みを用意しておりますし、また地域レベルでの省エネの相談窓口というものの整備もスタートさせているところでございます。また住宅に関しましては、いわゆる新築のネットゼロエネルギー化ということも進めていくわけでありますけれども、省エネリフォーム、既存の住宅に関してのてこ入れといったようなことも同時に進めつつあるということでございます。また住宅の場合、熱というところが中心になるわけでございますが、同時に照明というところも重要なポイントでございまして、白熱灯を含んで、照明機器全体をトップランナー化していくということについて作業を進めつつあるところでございます。また運輸部門については、次世代自動車の導入促進、インフラの整備と合わせてやっていくということでございますし、また自動走行に関しても今後3年間研究開発、事業環境等の整備を推進していくということにしております。中ほどでございます。再エネの拡大に関しましては、国民負担の抑制と最大限導入を両立させていくということでございます。一番上のフィット法の改正に関しましては、先ほどご紹介したとおりでございますが、合わせてフィット法だけで再エネが拡大されるということではございませんので、系統の制約解消に向けて系統増強のための費用負担ガイドラインの整備、あるいは広域系統の整備、運用ルールの整備といったようなことを進めているところでございます。また規制改革、それから研究開発といったことについてもしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。それから一番右側の新たなエネルギーシステムの構築ということでございます。一つは電力分野の新規参入と CO2 排出抑制の両立ということでございます。まず業界の自主的な取り組みということで、この2月の8日でございますか、電力事業者関係の36社が電気事業低炭素社会協議会というような組織を設立されまして、自主的にこの CO2 排出抑制に取り組まれるという枠組みを構築されたところでございます。またこれを後押しする制度ということで、一つは省エネ法によりまして、発電段階での効率性を確保していく、それから高度化法という別の法律に基づきまして、これは小売段階において
まあ、いわゆる非化石燃料の比率を確保していただくといったようなことで、この業界の自主的な枠組みを後押ししていくということでございます。合わせまして透明化担保措置ということで事業者の取り組みを環境大臣に報告する、 CO2 排出係数の開示要請、あるいは排出実績報告の協力要請といったようなものについて取り組んでいくこととされております。さらにこれはこの後村上社長からお話しいただくところに近いわけでありますが、再エネあるいは省エネといったようなものが融合した形での新しいエネルギーシステムを立ち上げていくということであります。そのために新しい一種そのエネルギーリソースをアグリゲートしていくといったような新しいビジネス、これを事業化していくためのフォーラムというのが1月に設置をされております。またこれをやっていく上でのベースとなります例えば通信規格の整備でありますとか取引のルール設定あるいは計量のルールといったようなものについて2016年度中に整備を進めていくといったようなことで今作業を進めているところであります。まあ、こういってそれぞれ各分野においてそれぞれ現在取り組みが進んでいるところでございますが、今後の新しい展開ということでその下に黄色い字で書いてございます。4点ございます。1つは省エネ政策のパラダイムシフトと書いてあります。先ほど申し上げましたように 35% の効率改善というのは相当思い切ったことをやっていかないとできないということでございます。また省エネとこの経済の活性化というのを両立させていくという観点からさらに深掘りをしなければならない点がございます。一つはまず減碳主義ということであります。単にエネルギーを減らせばいいということではなくて、いかに効率的に使っていくのかという観点から我々制度あるいはさまざまな予算といったようなものについて見直しを行い、これを内外に展開していくということが必要ではないかと考えております。それから単に個社が省エネを進めればいいということではなくて、業界全体あるいはサプライチェーン全体で省エネを進めていくといったような取り組みも必要があると思っております。またこうしたことを進める上では、これまで省エネの担い手というのはどうしても工場の現場の皆さんであったり、そういったような方々に限られていたわけでありますが、そうではなくて例えばリフォームをされている事業者の方、あるいはエネルギーを供給される方、今回電力小売自由化になりますけれども、そういったようなエネルギーのサプライヤーの皆さん、こういった方々の巻き込み協力を得て進めていくといったような新たな仕組みが必要であるというふうに考えております。それから2番目でございます。低炭素電源市場の創出と再エネ産業の再構築と書いてございます。いくつかございますけれども、一つは先ほどご紹介したようにフィットに関しましては送配電事業者の買い取りになって、その電源を卸電力市場に供給していくということになっていくわけであります。したがって卸電力市場にフィット電源が相当入ってくるということがございます。また先ほどご紹介いたしましたように高度化法で小売事業者は非化石電源というものを扱うと 44% ですね、扱うということになってまいりますので、そういったものへのアクセスといったようなことも必要になってくるというところでありまして、この低炭素電源へのいかにアクセスしていくのかという観点から、この電源市場というものについて構想を進めていく必要があると思っております。また再エネ発電事業に関しましても、2030年には22から 24% を担うということでございますので、その供給体制、供給の事業の在り方ということについても再度検討し、政策的な対応を取っていく必要があると考えております。それから3点目でございます。 IoT を活用したエネルギー産業の革新ということでございます。先ほど一番右側のところで申し上げましたけれども、エネルギー機器の遠隔統合制御といったような環境を整備するとともに、これからおそらく村上社長からお話があると思いますが、ネガワット取引とかあるいは蓄電池制御といったような新しい技術を生かした新しいビジネスを創出していくと、こういった、まさに新しいプレイヤーに活躍していただくと、そのためのフィールドを作っていくと、こういった取り組みが必要ではないかというふうに思っております。また、テクノロジーという点では一番右側でございますが、水素と、これを活用していくといった方向性が非常に重要であるというふうに考えております。
足元、エネファームでございますとか、あるいは燃料電池自動車と、いったようなものを普及していくということも重要でございますが、併せて、水素の生産、海外からの流通にかかる水素サプライチェーンを戦略的に、構築していくと、いったようなことで、またこういった市場化を先取りした世界最先端の規制を整備していくと、いったようなことも必要ではないかということでございます。柏木先生を、座長といたします協議会において今、こういった観点でのロードマップの見直しということも進められているわけでございますが、将来を睨んで、水素社会戦略というのを構築していくと、いうことが重要ではないかというふうに考えているところでございます。以上、これまで、エネルギー革新戦略ということで、3本の柱のもとにこれまで、の進捗、それから、今後の新しい展開ということで、さらに我々が新しい施策、政策、戦略として取り組むべき方向性についてご紹介を申し上げたところでございます。私の方から以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは引き続いて、村上社長の方から取り組み状況を紹介いただいて、合わせて、意見交換に入りたいと思います。ありがとうございます。IoT を活用したエネルギー情報業の創出を目指しておりますエナリスの村上と申します。よろしくお願いいたします。お手元に資料が渡っていると思いますが、早速ですが次のページ、ご覧いただければと思います。もうこれはもう先生方十分お分かりいただいている、4月1日今年の電力全面自由化ということでございますが、これを私どもとしてはなんとか日本の新たな経済成長の飛躍台という形にするところで若干の貢献ができないかなということでビジネスをしてまいっておるわけでございます。次のページお願いいたします。でそのキーワードはバーチャルパワープラントというアイデアでございます。これは実際のパワープラント、発電所に相当するような実質的な仮想的なパワープラントといったものを作れるんじゃないかというアイデアでございます。これまでの充電力の立派なお仕事に基づく安定供給のメカニズムに代わる形での安定供給のメカニズムという意味合いのものでもございます。ポイントは2つございまして、ネガワット取引という、まあこれはもう先生方十分内容をご存じと思います。それと同時に IoT を活用した需給マネジメントという形で電力に関わる、あるいは電気を使う機器に対しての遠隔的な制御、まあそれによる節電、あるいはそれによるネガワット発電といった、まあそういう総合的な形をバーチャルパワープラントという形で組み上げられないかと、アグリゲーターという位置づけのところに私どもエナリスが少しそのような企業のまあ例として仕事をさせていただければというふうに思っております。ここでちょっと動画を お見せしたいというふうに思っておりますので、すみません。